はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやってきます。今回はね、今レベル5大集合イベントやってまして、レートン金貨ね、レートン金貨なんか発音しづらいけど、あとクイズもね忘れずに、レートン金貨交換所がねオープンしてるので、こちらでね、今回まあ無料配布もあったけど、カトリーちゃんね、貫突していきましょう。まあ群馬神はねとにかく貴重なので、まあ5突できるもんは5突しちゃいましょうと。でまた2年後か分かんないけど、またレベル5大集合あった時にまたパワーアップすると思うので、はい。で私ね原理主義者だからスタンプとか結構スルーしちゃうんだよな、使わないやつは。今回スタンプ入れてくれたんだね、以前のね。うん。でも結局こう私使うのブヒブヒぐらいだ。あのね、鬼太郎のスタンプの方よく使うからな。鬼太郎のスタンプゆるゲゲがもうなくなっちゃうんだけど、どうすんのかな。はい。ということで、レートン金貨ね、いろいろなとこ周回して皆さん頑張ってください。今をね機に。あの高難度チャレンジね、あの前言ったけど今倍なので周回するもよしだしね、あの倍で半額なんだっけ今ね、はい、これもいいし何でもいいと思いますね。はい。こういうね四柱の試練も今倍なんで、いつも言ってますけどね、あの四柱の試練はあの全部クリアしなくてもいいので、あの効果がねあるので、5周目までクリアするとこのね一番上の非属性ダメージが 5% アップとか、あ、全部 5% アップか、これ明暗化だからなってると思うんですけど、あの1周目クリアだけでレベル1 3% で、3周目クリアまででレベル2で 4% アップで、9周までクリアしなくていい、5周目クリアするだけで 5% アップになるんで、はい、ぜひね 5% ってね割とハイスコアチャレンジとかだと 5% 重要なんじゃないのかな、いろんな属性とかね。はい、そんな感じです。であとは、まあ、クイズはねこれも忘れずに、これ50宝珠もらえるんでね、でこれ5問で250だからね、いつもの公式生放送と同じぐらいって感じじゃない。はい、なんで忘れずに、でこれですね、ごめん、でレートン金貨で注意点が1個だけあって、あと結構あれなんで、コメントでもう10人以上いますよ、このレベル5大集合コイン、別に金じゃなくても銀からあの転生エンド出ましたってコメントしてくれた人がもう10人を軽く超えましたんで、皆さんねまだまだ諦めないでいいんじゃないですか。私ね小生エンドが欲しいんですよ、あの60連80連やって1回も出なかったんで、小生エンドここで出したいなって。前レイトンさん出たのかな、そうこれね全部回す前に覚醒日の神貫突しちゃったのは失敗しちゃったんですけど、はい、まあでもまあいいや、私らしいチョンミスですね。いやもうね、日野神4突だったからもう5突にしたかったんだよね。で、これで、私はね、カトリちゃんは、これで5突します。まあ、もともとね、私、カトリちゃんね、あの好きだったんで、これで私、貫突します。レートンもね、もう1000ぐらいだったらいいかな。でも、これもさっき言った通り、このコインでめちゃめちゃ出るかもしれないので、まあね、ちょっと、交換は最後でもいいかなと、はい、思ってます。まあ、12月8日までね、あるんで長い目で見て待とうと思います。で、あとねやっちゃいけないのが交流ポイントね、これ2000で1000を交換できるんですけど、今ってこのなんだっけ、これだ、龍馬札で100で1000交換できるんですよ、ショップ でこれだと300で龍馬札300枚3000いけんじゃないですか。そういうことは3000レートンコインで3000いけんですよ。だからこれね損なんですよ、こっちで交換するとレート的にね。なんでまあ普段はね交流ポイントとかスキル継承とかこっちに触れよって言うんですけど、まあ、これね軍も一緒ね、あのショップの方であの札でもうあれだね、商売ができちゃうぐらいね、これこっちの方が得なんですよ。なんでまあもしあなんだったらもう札で買えちゃってもいいぐらいな、はい、あれですね。なんでこっちで交換した方がいいので、まあもしねもう交流ポイント他にもめっちゃ欲しいよっていう人はね、まあこっちのキャンプ
レイトンコインでも、なんつうの、妖魔札の方で交換するでもいいと思います。まあ、妖魔札はね、こっちの、リュービーなんちゃらの方でもね、そう、私はこっち札も交換して、はい、するようになっちゃいましたね。なんで、そんな感じですよ。はい。まあ、これ訓練でもね、レイトン金貨は手に入るし、国取り頑張ればそれでも手に入るんで、まあぜひね、いい機会、ちょうどもうね、もう今すべてが揃ってるね、金貨はもらえるし、半額だし、ドロップ倍だし、もう経験値も銭もアップだしね、うん、もう何でも、もう気力も体力もスタミナも全部使い尽くすぐらいね、でいいと思いますね、はい。まあちょっとワールドカップね、忙しいと思うので、ワールドカップ終わって、たらもう12月8日になっちゃうんだかな、はい、ちょっとわかんないけど、いいと思います。であとね、カエンの子のスタミナもね、うん、スタミナもこれがおすすめかな。そう、でも結構銀で出てるっていうからね、ちょっとねどうしようかなと思いますね。いつもだったらコンバコ行きたいとこなんですけど、コンバコ重要だよねコンバコ行きたいからな、もうほんといくらでも欲しいね、このレイトン金貨ね。なんで、はい、まあでも羽根で本体や羽根でやってね、羽が重要なんだよね。でも羽もどうなんだろう、3000で1枚でしょ今、あれ3000でけど、さっきも見たけど、あの300で交換できるんで1枚と、だからこれ3000、あ、だからこれはレートが一緒だわ、これレート一緒だね、うん、これがあのショップと一緒なんで、まあちょっと交流ポイントはちょっとレートとずれてるね、これはほら300で1個だからね、はい、ここは一緒なんだけど、ちょっとね、レートずれてるんで、そこ、ちょっと損しないように気をつけましょう。じゃあ、ちょっと、カトリちゃんね、貫突したいと思います。一応、カトリちゃんは今ね、なんだっけ、ハイスコアチャレンジのダメージアップになるし、もともとね、超過去ね、デニアップとかまだね、悪い取り付け回避60、これが私好きでね、一応ね、だからね、継承もね、ちゃんとね、カトリちゃんやってたりしてたんですよね。で、加護も悪くない。混乱打ち消し、陽気ゲージ、睡眠、超睡眠、超混乱、超サボりはないんだけど、まあ普通のね、睡眠、混乱、サボりならね、いけるので、はい。まあ攻撃速度も陽気ゲージもあるんで、ぜひね、うん、もうちょっとパワーアップしてほしかったかな。うん、という感じで。あと、お払いもあるんだよね。うん、容量カップ25か。30してほしかったな。30だったら超強い妖怪だったけど、群馬市だったけどね。回復バフ、陽気ゲージ。あ、なんかだいぶ強くなったな。以前より強くなったのかな。ちょっと後で確認しようかね。とりあえずごめん。まず、限界突破しちゃいましょう。で、限界突破のここはあんま変わってないのかな。あ、あと200足りねえや。まあ、これぐらいいいでしょう。200はね。初めて使うし。群馬神4000。群馬神はね、フェス群馬神になるべくね、使うようにしましょうね。さあ、じゃあ、カトリ、おぶね。カトリちゃん。なんか、心なしかば、絆、あれも変わったかね。はい、というわけで、カトリちゃん、限界突破。ということで、貫突いたしやした。一応、ステータスはね、すごいかっこいい、戦力4630。これカゴスキルヒットポイントアップにしちゃえば多分5000ぐらいいくんじゃないかな。ちょっとインチキでね、ちょっともったいないけど使っちゃうかな。ちょっと見栄えは大事なんでね。あ、足りねえ、あと7足りねえいや、ごめん、ちょっとごめん、ちょっとしつこくやってごめんね。こういう時のために私はね、こういうのを残してて、塊エキスかけら、これかな。イエーイ、こういう時のためにしてるのさ。あ、いいね、いいね、びっくりした。7、1個足りねえと思っちゃった。という感じで、これでね、これでやると見栄えがめっちゃ良くなるな。今私加工園が最高で4412だけど、これでね、カトリちゃんヒットポイントアップの、ちょっともったいないけど、ヒットポイント500上がったとこで何やんのってか、きたー。なんかね、ヒットポイントだけ2倍に戦力加算されるよね。なんか、これで、
見てください、最高戦力5630まで来ましたね。はい、なんで強い強いっていうか、普通に基本性能ナンバーワンになりましたね、私の手持ちで。5630来たということで、はい、やっぱりごとつは偉いねということでね。そう、ヒットポイントがね、なんか戦力の計算で倍にカウントされてる感じあるんですよね。なんで、まあ、はい、最高戦力。しかもね、この花澤さんと声が一緒で、解明されましたって、この、という感じで、はい、花澤さんの声も楽しめる。声出ない。なんか、はい。はい、なんか変な気持ち悪いことしちゃいましたね。ごめんなさい。ごめんなさい。そんで、更新情報としてはね、メンテナンスのところにあって、まあ、これもね、なんかね、なんかね、まとめてほしいんだよな、本当はな。レベル5大集合キャンペーン登場する。これかな？はい。これで群馬神で、カトリちゃんね。超召喚スキルで力揚力アップで味方の攻撃をサポートということで、これでもすごいね。パワーアップ前。パワーアップ前の、カトリちゃん、戦力3290から4030まで800も上がったんだよね。で、必殺技でもやっぱり超召喚スキルも超召喚スキルもね、9% とか 10% とかだったのが、もうめちゃめちゃ能力上がりましたね。うん、限界突破もなんかちょっと良くなったな。かなり能力上がってますね。あ、限界突破は一緒か。でもちょっと召喚と超召喚スキルの、パワーアップぶりが半端ねえですね。はい。かなり急に惜しいな。でもこれが 30% だったらマックスだったんだけど、まあ、この7でもね、かなりいいので、お払いもあるし回復もあるし、お払い回復7のバフってすごいよね。 30% 上昇だし、これどうなんですかね。かなりいいんじゃないでしょうかね。はい、全然違うよね、この今までのやつとね。なんで、はい、力揚力632、力揚力677、これもアップしてるしね。はい、それなのですごいね、召喚も超召喚もなるのでいいんじゃないでしょうか。はい、これは一瞬、もうとにかくバフ妖怪ってとにかく大事なんで、どうなんでしょう、スコアタで使う妖怪にはなんないかな。やっぱ8のバフがね、あるんで、8のバフが、でも時間が18秒。これは？時間18秒。ただこっちはね、25%。あ、これはあれにしてないからだ。溜まった状態にスタートしちゃってるからあれだけど、これね、8のバフにすると、これね、前やったけど、10秒延長にするよりも、そうなんだよな。前ね、大元気使った時に、召喚の取り付け効果時間11秒延長になるんですよ。で、そうすると、これだとまだ7のバフのままなんですよ。この消去ちゃんが。20% と 25%。で、31秒ってめっちゃすごいじゃないですか。でもね、なんかね、前スコータとかで使った感じだと、そのやっぱり31秒の中で何回攻撃できるかっていうのもあるんだけど、なんかね、前はね、こっちの8バフの方が良かったんですよ。何回やってもこっちの方が、これで 30% になったんですよね。取り付く効果が3アップだから。これもね、今だと分かりづらいね。今効果8とかそういう表記やめちゃって 30% になっちゃったから、正直これ分かりづらいねどうすんだろうね、うん、これ誰も突っ込んでねえと思うけど、これがね、あ、でも20秒で、そう、こっちの方が良かったんですよ、31秒よりも。まあちょっと
攻撃のねタイミングとかにもよると思うんですけど、これ15秒か。はい。なんでまあちょっとね、今後まあ前衛後衛両方いいっていうことでもあるんで、まあただやっぱ20秒いいよね、こっちのね、あの翔京ちゃん。まあただこういうねバフ系溜まった状態スタートにすると、そっか、時間の効果があるから、だから効果7のバフだと18秒なんだ、効果8のバフが20秒なんだね。あ、違った違った、普通に20秒だった。なるほど。まあなんでね、まあ一応はい、そんな感じで私はねこの継承はね大元気じゃなくて翔京ちゃんの方を使ってんだけど、11秒じゃね、ちょっと11秒あったらもう一回攻撃できると思うからね、なんか私個人的にははいあれだと思うんですけど、まあこれもねいいじゃないですか。18秒で7のバフね、 25% 容器は 30% もあるんでね、これどうなんでしょうね。うん、回復もいいからな。はい、そんな感じでちょっとこの辺もねスコアタとか討伐戦とかいろんなのあると思うんで、使い討伐戦は使わないかな、討伐戦はカゴがちょっと、カゴと打ち消しガード重要なので、まあちょっとねこの辺も今後使い分けて使いこなせればなと思います。ちょっと話が長くなってしまいましたが、割とね重要だと思うので、はい、あの使いこなして結果をねまた報告させていただければと思います。はい、じゃあ今回こんな感じですね。レイトン金貨ね、もう超たくさん欲しいね、うん、たくさんくれ。まだ結構あるんでね、頑張りましょう。12月8日までありますのでね、頑張りましょう。まあ最悪ね、最悪ってなんだ、あの運営のためにはね。あ、課金でレイトン金貨ないんだ今回。へえ、そうなんだ。じゃあもう自力で集めるしかないね。はい、集会皆さんみんなで頑張りましょう。じゃあ今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、レイトンあと6回になりましたね。うん、これも集会頑張りましょう。それではまたお会いしましょう。さようなら。そうか、復刻も頑張ってあげるか。